村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。先日からキューベーシスの3が発売になってからですね、ちょっと忘れかけてたモバイルミュージックというのを少しいろいろ振り返ることにしています。今画面には iPad が出てますけれども、ここに5つのソフトがありますが、この5つを使ってやっていきたいと思います。この中で今日はキーになるのは、AUM というソフトでして、これですね、これを、使います。これは、iPad で、できるですね、ミキサーのようなものです。通常はですね、このいうソフトがなければ一つのソフトの中にある音源で音楽を作るわけですけれども、そうではなくて、この部分だけを取って言えばもうパソコンの世界を超えてるというか、これは iPhone、iPad でしかできないような、そんな素晴らしいツールになっています。で、それをする前に、まずこんな動画どうやって作ってるんだということもありますので、まあ、環境というのをちょっと見ていただこうと思います。これ単純にカメラなんですけれども、まあ、パソコンがありまして iPad の画面をパソコンにこう映して、そしてこの上にですね、OBS という、まあ、普通はインターネット配信なんかをするためのソフトウェアなんですけれども、これを使って、僕は画面の録音をするために、あれは使っています。そしてですね、その音が、まあ、PC に入ってくるわけですね。 iPad の音も入ってくる。それをまあ、ミキサーとかを使って、ミキシングして、この OBS に、送ってるわけです。まあ、ちなみに、まあ、こういうような、まあ、これヘッドホンコントローラーみたいなものなんですが、まあ、これをこういうミキサー代わりに、使ったりします。時にはちょっと声を変えるためにローランドのこんな機械があったりします。大きなミキサーはこんな感じで、いろんな音を集約しているわけです。はい。まあ、こういう環境があるということで、この動画なんかはできているわけですね。そして、はい、本題に入りますけれども、この AUM というミキサーはですね、もう無制限、まあ、メモリの許す限り無制限のソースを一つの音にミックスできます。これですね、一番左の端に、このアドリブ演奏なんかをするためのソフトが、をここにインプットとして割り当てています。これこんな、今はギターの音を奏でています。そして、もう一つがですね、ピアノの音、レイバンズクロフトというんでしょうか、まあ、世界一高いピアノと言われているこのソフトですけれども、これで、ピアノの音が鳴ります。そしてですね、これをミックスしているわけですね。例えばこのこれをミュートします。ピアノミュートしたら、この AUM にもこの簡易なキーボードがついてまして、こういうふうに音が鳴らせます。
そして今はギターの音だけでしたけれども、これの素晴らしいところはギターとピアノを同時に鳴らせるわけですね、ミキサーのに2つが入ってますから。音のバランスはこんなように調整ができまして、そしてそこにですね、このギターの音の方にはエフェクトをかけています。先日買ったファビフィルターのリバーブをかけているわけですね。音はこれリバーブがもしなければというか、ドライに今設定したら、でこれをリバーブを強くしたら、こういうふうに、できるわけです。いわゆる、エフェクトもいく種類もここにかけていくことができます。そしてこの2つのソースはですね、この A というね、これはミックスバスのようなものなんですけれども、この AUM のバス1に音を送っています。そして、ここにですね、キューベースの3があります。これは何のためにここにしているかというと、音源でドラムを鳴らすためのものだけです。これは何でもいいんですけれども、ドラムのリズムを鳴らすために、こういうふうにしてまして、そしてちょっと鳴らしてみましょう。はい、こんな感じでですね、キューベース3に簡単なリズムのループを、ドラムループですね、これをつけてあります。もう一度キューベースをリロードします。このリズムに合わせて、音楽を演奏しようというわけです。この3つが、まずですね、この A というバスに流れて、その A のバスは、音が聞こえるようにこのスピーカーに、音を流しています。これを小さくするとキューベースの音も小さくなります。そしてですね、実際はこれを録音したいわけですね。この録音にはキューベースの2、キューベーシスの2をですね、ここに、セットしてます。キューベースの2はこんな状態で1トラックだけがありまして、このトラックはちょっといらないですので、消しましょう。はい、でここにはソースが、こちらからだということで、設定をしています。はい、この状態で、この右の下のキューベーシス2のところに録音のボタンのようなものがあります。これで、録音をしてみます。録音ができてるわけです。そして、
はい、鳴らします。ということで、これはですね、BPM をこの画面上の方に、出てますように、110で、設定してあるわけですね。画面上が出てないのかな。すべてですね、このキューベース3のデータも、そして AUM の BPM も左こういうふうに100に一応合わせて演奏しています。そしてこのキューベーシス2のところに録音したものは先ほども鳴らしたようにこんな感じにですね、どれもこれも案外重たいソフトウェアでしてですね、そして、このレイバンズクロフトの音源なんかも、本当に、ちょっとウェイトは大きいんですね。でも、この音初めて聞かれた方もおられるかも分かりませんが、本当にこのピアノのメーカー自身がこの開発会社にオフィシャルとして、応援しますから出して OK ですというのが出たぐらいですね、約3000万と僕は聞いてるんですけれども、そんなピアノでとってもいい音です。高いところもすごくこう気の音がして、低い音はすごい、どうなりのする音なわけですけれども、今日のテーマですね、iPad のいろんなソフトウェアを統合して、そしていろんなバスに、出せます。オーディオインターフェースをつないであったとしたら、オーディオインターフェースの出力チャンネルを1、2とか3、4とか多いインターフェースであれば、そういうような振り分けもできます。こんなソフトがあればですね、ピアノの音色にギターの音色をつけるとかですね、そういう、新しい、ことが可能になりますので、本当にこれからの音楽が楽しみなソフトウェアだと思います。今日はちょっと思いっきりですね、モバイルをキューベーシスだけにとどまらずですね、たくさんの、こういういろんな便利なツールを使ってですね、新しい音楽の作り方、それをちょっと研究しているところをお見せしました。村長でした。